紀語七郎四月三十日から1955年8月二十四日は、日本の建築家。1884年、宮内省匠領義士の紀語清高の四、男として京都に生まれる。紀語高三郎の弟である。1896年、高等師範学校附属小学校卒業。1901年、高等師範学校附属中学校卒業。 第四高等学校を経て、東京帝国大学校科大学建築科に入る。1911年、東京帝国大学校科大学建築学科を卒業、大林組設計部技師として来藩。1913年、大林組を退職し、肥子七郎建築事務所を開設する。建築設計監督の業務を開始。その後、日本赤十字社病院食卓。 日本赤十字社大阪支部病院食卓、合資会社ニッタオビカは製造所食卓などを務める。1921年、海外を視察。1937年、フランスよりレジオンドヌール勲章を授与される。1955年、成去大阪を拠点に公共建築などの設計を手掛けた。とりわけ、妻、かつの父で、 日田タオピカは製造所創始者の日田長次郎関係の作品が多く、神殿家の出身地である愛媛県にも作品を残している。住所は大阪市東区12県町。元教欄の罰は現存せず。ありがとうございます。